バッチリ対応できちゃいますしね。本当に構成いいですこれは。いやこれ3900円でこの CM テープ貼りやれっつったってできないでしょ。皆さんこんにちは、 MT です。今回はね、先日東京国際フォーラムで行われたワークマンさんのね展示会に行ってきました。その模様をね皆さんと一緒に見ていこうと思います。そしてね、その中で私気に入ったね一品があったんで、それもね後でご紹介します。でワークマンさんはこれ素材にものすごくね力を入れてますよね。防水、撥水、それからね透湿、それからねあとストレッチといった動きやすさ、こういったものにねものすごく力を入れてます。そしてねこのように旭化成のようなね日本を代表する大手のね素材メーカーとも手を組んでね素材開発をしているようです。キャンプギアに関してはね、こういったテント、タープがちょっとねミリタリーチックなものにね振られてましたね。だけどちゃんとねこんな風にカーボンのポールがあったりとか、アルミのね小型のハンゴ、それからねこんなね COB ライトなんてのもねちょっと色目がねミリタリー調で出てました。あとやっぱりグローブなんかもねいいですよね。こんなねちょっと可愛らしいワンポイントの入ったグローブ、そしてね畳のマットです。あとねこれは何、漁業者向け、いや違うね。そしてねワークマンサウナ、サウナなんかも出してます。まあレジャーですよねこの辺りはね。でね思ったのはやっぱりねこれキャップなんかもすごく可愛い刺繍のものがあったりね、ワークマンがこれなんとなくユニクロ化してるような気がします。ものすごくねアパレルに力を入れてたんで、今回はねちょっとアパレルメインで私ね追っていこうと思います。このねパンチングの帽子なんかもね良かったですよね。そう、これデザインかわいい。で機能的にはこれがなんかさ、はい、パンチングで可愛くない？いや、面白いですね。このキーさんのおすすめは帽子、微妙でいいじゃない。これ多分カメラだと色の違いがそんなにわからないぐらい、ね、こっちはブルー系、こっちはちょっとグリーン系だよね。バズライト、バズライトイヤー、キー柄ですね。だよね、こんなモノグラムな感じ、可愛いですね。クーミッキーは可愛い、すごいですね。こう見てるとね、まあ、機能性に振った商品、それからね見た目に面白い商品、それからゴルフとかアウトドア、バイクといったね、とにかくねウェア類がねめちゃくちゃね充実してましたね。そしてねこれも旭化成とのね機能性のベースレイヤー、あとねこんな感じで赤十字とね組んだような防災にね関するようなギアもたくさん出てました。これなんかねフードの先にライトがついてるようです。これちょっと後でねピックアップします。あとねこんな感じで防災のねあれ出てきてるんですけど、ちょっとね女性の方にお話聞いてみます。これはこの中敷き、靴の中敷きみたいのはこれ釘踏み抜き防止？そうなんですね。これすごくてやっぱり、はい、まあ、かなり硬くなってるんですけど、このね女性のネイルワークマンカラー凝ってますね。釘を実験とかでこう剣山みたいな強いやつで、うん、トンカチで叩いて、うん、もう踏み抜かれない。ってことは鉄ですか？こちらの中身はステンレスですね。あ、ステンレスが入ってるんですか、はい、これ何ですか？一酸化炭素チェッカーで、実は6月に新しく販売になるんですが、やっぱりこのね一酸化炭素チェッカーって小型でね何気に良さそうですよね。ワークマンさんだからそんなに値段はね高くないとは思います。高くなってるよっていうのを検知してアラートを鳴らしてくれる。あ、ヘッドに付きなんですよ。面白くないですか？ヘッドに言えば面白い。ああ、面白いね、あれ聞けない。ただ方向がちゃんと定まるかだよね、これね。そう、で、後ろのこれで、うん、頭のこれで角度変えろってこと？フィット感は調節できる。で、充電は？充電どうするんですかね。どこもコードが出てないね、これ。あー、かったかったかった、ここだ。ここにあるわ。ありましたか？うん、ここにあるユニットが入ってる。ここ乾電池、ね、モバイルバッテリーでも OK。なるほど、こういう感じね。リフレクターがついてる、うん、あ、めくると、そうです、めくると通常は中に隠れてる。え、これいいね、いいね。え、これでいくらなの？なんとお値段5800円です。あ、というかこれ
そしてね、いろいろな商品があったんですけどね、その中でね、私の目を引いたのはこれ。このね、レインコートなんですけどね、これ見てください。色目もね、すごくいいでしょう。ちょっとこのね、オフホワイト系、そしてね、くすんだグリーン、そしてね、なんていうのかな、このサンドベージュみたいな色、そしてブラック、これパッと見ね、なんかアークテリクスっぽいんですよね。で、お値段、これがね、ロングの方で4900円で、今現在はね、売ってるのは3900円で、もうちょっと丈の短いものらしいです。これね、着てみたんですけど、とても良かったんで、はい、買いに行きました。それではね、この商品チェックしていきましょう。この間のね、ワークマンの展示会で私ね、ものすごく気に入ったレインジャケットがあったんで、早速ね、調べてみたらショートレングスのタイプが出てるってことで、早速ね、もう現物買いに行ってきました。それがこれ。いやー、これね、かっこいいですよ。まずね、ちょっと細かく見ていきましょうか。これね、全体的なシルエットはね、すごくね、スリムな感じ、そしてね、 A ラインになってます。そしてね、特筆すべきはこのね、レインジャケットということで、ファスナーはね、全部止水ファスナー使われてます。そしてね、この持ち手、これもね、ちょっとこうシンプルな感じの2本のコードになります。ほんでね、すごいのはこれ、こう締めた後に、わかります？ここ。このね、ジッパーが閉まったこの上にね、ちゃんとね、このカバーがついてるんですよ。こうやってね、ジッパーからこの上から水が入らないように、ここにちゃんと雨蓋がついてる。これすごい凝ってますよね。そしてね、このバックインレインコートっていうことで、何がすごいのかっていうと、これ分かります？まあパッと見分かんないですよね。実はファスナー、コンシールのね、ファスナーがね、仕込まれてるんです。目立たないように。これ一見全然分かんないでしょ。これじゃ全く分からないんだけど、ここにこんな感じでね、スリットからいきなりこういう感じで、ね、幅がね、拡大すると。そしてね、このね、レインコートのすごいところはね、見てください。これ全部ね、シームテープ貼ってますね。わかります？ここ、全部ね、テープ貼ってるんですよね。ほら、ここもね、わかるかな、これ。わかりますか？これだとわかるかな。このね、ほら、少し白くなってるでしょ、ここ。ここもわかります？このアームホールのところもね。うわ、これすごいな、これ。ほら、わかります？いや、これ3900円でこのシームテープ貼りやれって言ったってできないでしょ。シームテープ全部貼ってんですよ、これ。これちょっとすごいな。これ、袖の裏も、袖の下の縫い目のとこも全部貼ってますね、これね。縫い目に全部防水のね、加工テープが施されてます。これで上代税込み3900円って、いや、これ買った方が本当に、いいかもしれない。というか、よくこんなことできるね。いろいろ他のは見てないんだけど、とにかくパッと見た時にね、この質感とね、このね、生地の質感と、それからデザインの良さでね、惹かれてみたんだけど、改めて見てみたらね、これは本当よくできてる。本当によくできてる、これは。これには私、脱帽です。とにかくこれはすごい。ということでね、このね、ワークマンのソロテック。バックインレインコート、ちょっと着てみます、ね、ここにね、ソロテックっていうね、文字が入ってます。素材的にはね、表はね、もう本当にね、なんだろう、光沢のないね、すごくしなやかな素材で、裏はね、少しこういう、これ多分ね、パタゴニアのね、トレントシェルみたいな雰囲気かな。こんな感じ。全体的にね、ちょっとこう A ラインっぽい感じですよね。
1年と。そしてフロントのジッパーを閉める。フロントのジッパーを閉めるとこんな感じで、両サイドにポケット、こんな感じですね。いや、これ結構いいですね、本当に。いや、これなかなかかっこいいですよ。これでね、お値段は税込みでなんと3900円。どうですかこれ、この感じ。3900円、ちっとも見えないでしょ。マジでかっこいいっすよ。フードをかぶるぐらいこんな感じになります。ここでね、フードの調節もできます。袖口はね、こんな感じで絞りになってますね。ピタッと絞れ。これでね、今 M サイズです。私着用は M サイズ。フードをかぶるとこんな感じ。これね、本当ちょっといいですね、これね。裏生地はね、若干、でもそこまで嫌じゃないかな。ちょっとこう、ビニールっぽい感じはするけど、匂いも、ね、ないしね、すごく、まあ、さらっとはしてない。でも表面はめっちゃしなやか。だってこれレインコートでしょ。でもね、これ普通に街着としてビジネス系としてね、使えるかもしれない。てか全然使えますね。背中のここにファスナーがあるのは全然わからないけど、ね。でも実はここにね、ここにファスナーがあるんですよね。こんな感じになってます。例えばね、これでバックパックを背負ってみますね。この感じです。これでね、後ろのバックパックはもう出ないです。こんな感じ。で、雨が止んだらば、どうですか？こんな感じで。まあもう普通にね、街中を歩く。ちょっとね。これ別に横開けててもそんなにね、嫌な感じしないかな。まあ今回ね、初めてね、ワークマンさんの展示会行ってみたんですけどね。素材はね、本当にいいのも使ってますね。で、これに関しては縫製もすごくいいし、本当に縫製いいです、これは。カットソーに関してはね、ちょっとまだ粗いかなっていう部分があるんですけど、まあ、お値段的にはね、それはもうしょうがないですよね。ただね、素材は本当に素晴らしいものを使ってるんでね、これぜひね、皆さん、ワークマンって、これは買った方がいいと思います。ソロテックのね、レインコート、バックインレインコートか。バックがインできるレインコートってことでね、マジでかっこいいです、これ。色目もね、これ以外にね、ちょっとくすんだね、ベージュみたいな感じの色。そしてね、あともう一つ、これもね、グリーンっぽい感じ。ちょうどね、今アークセリクスから出てるようなね、ちょっとくすんだグリーン系の色。なんかね、全体的にパッと見ね、アークセリクスなんじゃないのって感じのね、色調でした。でもこれはね、そんな主張ないし、黒だからね、本当便利ですよね。ということでね、今回のワークマンで、私一押しはこれ。あとね、キャップとかね、いろいろあったんですけど、ショップの中入って、そのお目当ての商品見つけるの結構大変なんで、まあお店の方にね、確認して、どこですかって聞いた方が早いと思います。ということでね、今回はワークマンの展示会で私一番気に入った、このね、ソロテック仕様、ソロテックの素材を使ったね、バックインレインコート。これのご紹介でした。ということでね、これからもね、ワークマンさんの展示会ちょっと顔出して、いろいろね、チェックしていこうかと思います。それではね、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。
してないんですね。そうです。なんでクッション性音は高い中でも、まあ、ちょっと通常の畳とはカラーを変えていて、要は日本の伝統をちょっとね、長熊さんの方で落とし込んで、落とし込んでいた。